はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。本年もなおチャンネルをよろしくお願いします。ということで特別出演していただきました孫のこっちゃんです。挨拶して。こんにちは。こんにちは。はい、皆さんよろしくお願いします。やだだって。あ、やだ。はい、ということで、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、なおチャンネルのなおです。で、まあちょっとご心配をおかけしている皆さんに、僕は大丈夫です。元気ですだけちょっとお伝えしたいなと思って。それと、まあ、あの新年ですからね、明けましておめでとうございますってさっき言いましたね。お孫ちゃんが、ちょうど1日に来ましてですね、お嫁さんが、あ、じゃあこっちゃんと一緒に YouTube のね挨拶どうだろうかってアイデアをくれまして、ありがとうございますっつってね、あの挨拶したんですね。冒頭に出ましたでしょ。それと、まあ、後半もね、バイナラとヒューが一緒にお孫ちゃんとやりましたんでね、それも見てやってください。まあ、あの新年明けまして、もう今日はですね1月の5日かな。で、昨日3日か4日だったかな、3日か、ニセコに行ってきましてね、その模様もちょっとだけ、ちょっと動画入れましたね。で、そのニセコの僕が、もう大好きな、サンドイッチケーキとかですね、すごく居心地のいい場所がありまして、そこで、奥さんとランチを食べてきました。名前がね、グラウビュンデン、ね、グラウビュンデンって言ってね、結構昔からやってるみたいです。かなり古いです。で、なんか趣がある建物でね、すごい、ニセコはもう今すごい雪ですね。で、そこ行ってきました。で、あのサンドイッチもね4種類ぐらい、あのパンがね選べて、中身も選べて、すごい美味しいですでした。で、まあそれも後で見てください。あと、あの冬ね、これ北海道の人必見っていうか、これおすすめかなと思って、ちょっと急遽 お伝えしたいなと思って、それも入れました。あの情報をね入れて、で前ですね、あのネオンさんね、ネオンさんが、マットガード、あの、まあ、雨の日とかすごいしぶきがすごいんですね、後ろまで飛んで。で、僕も北海道で、あの北海道の雪道って、あのなんて、エンカリって言って、あの巻くんですよ、雪溶かす材料ね。で、そのそれがすごい真っ白くなったり後ろまで飛んじゃうん で、それを防ぐために、まあネオンさんがなんかマットガードの紹介をしてたんですよね。で、まあよかったらちょっとネオンさんの動画見てみてください。で、あの
マットガードをつけましたら、で冬どうなのかなと思って、僕がつけたのがもう雪を溶けてからだったから、で今年ちょっとね思いついたように見たっけ、全然雪がねタイヤの後ろマットガードのところにくっついてなくて、スル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 と取れるんですよ。簡単に取れるんですね、雪がついたら、あの走った後のねで後ろにもあの雪がいかないし、汚れも全然飛んでないですし、あのこれはね雪国でジープラングラー乗ってる人はあのぜひつけたらいいかなと思って、おすすめのあのグッズですこれね後でこれちょっと紹介し動画撮りましたんでね、見て、見てください。マットガードで前後で後ろはつけてないんですけども、前のタイヤの後ろのマットガードだけつけてあのます。でこれアマゾンで4310円かな、4つ付いて、前後の4つの付いてて、それで4310円でした。はい、ということで、まあ、そんな情報ね、雪国の人、まあ、特に北海道とかね、でも、まあ、本州でも雪降ってるとこありますかね、まあ、雪ないとこはいいなと思いますけども、まあ、今すごいですよ、毎日雪かき、ね、ということで、僕は今あの、ね、暇してますんで、まあね二十数年、仕事をしてきて、まあ、やっとなんかこう落ち着いてゆっくりできる時間を、わがままで大変申し訳ないですけどいただいてます、ね、まあこれからもね、YouTube アップしていきたいというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。はい、それでは、後でね、まあ、おまごちゃん、こっちゃんって言うんですけども、こっちゃんと一緒にバイナラやってますから、それを見てお別れにしたいと思います。ということで私のナオトークはこの辺で終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございます。じゃあね。これですね、これは最高にいいですね。で後ろにもそんなに跳ね上がってないですし、ね、でこっちも全然雪がついてないんですよ。これはね、あの北海道の人必見ですね。このあのなんていうんだったっけ、ブレードっていうのかな、泥除け、これをつけるととてもいいかなというふうに思いますね。はい、ということでした。はい、それでは最後いつも恒例のいきますよ。3、はい、バイナラならバイヒュー、こっちだこっちだ、ヒュー